地獄からこんにちは、なーちゃんです。アナログイラストを描いております。感情がない顔が怖い、厚化粧などと言われたこの顔なんですが、今日は垢抜けメイクをしていきます。まずは顔面を机に置きましょう。その次に陰影をつけていきます。普通のね、あの肌の色もいいんですが、こういう濃い色ものせながら、淡いチークなんかもね、つきながら可愛く可愛くまつげもぐんぐん上げていきます。どうでしょうか。あ、ちょっと失敗してしまいました。すいません。なので次は温かみのある肌にしていきたいと思います。先ほどしたメイクなんですけど、ちょっと一旦落としまして、はい、まずノーマルな形にしていきたいと思います。もうね、どんどんね、色を目のつけていきたいと思います。温かみのある肌になっているでしょうか。どうですか。ここからはですね、もうパフ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 していくしかないんですね。ここからが忍耐力が試されますね。パフ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 どんどんしていきたいと思います。もうとにかく人肌に近い色というのをね、出していかなきゃいけないんですけど、これがなかなか難しくて、ひたすらパフパフしている状態ですね。どうですかね。はい、さあ人肌に近い色になってきたでしょうか。ここからはね、青ベースで凹凸をつけていきます。まあ陰影ですね。鼻の下やくぼみのあるところ重点的にやっていきましょう。はい、それができましたら、今度はね、赤ベースでこう血行を良くしていきたいと思います。青と赤をうまく使いましょう。今度は瞳ですね。まあ潤いが大事なので、どんどん潤わしちゃってください。うるうるとした可愛い目になってきました。今度はですね、歯をホワイトニングしていきたいと思います。清潔感ってとても大事だと思うので、はい、歯をきれいにして二重ラインを描きながら思ってたんですけど、あのですね、このリップの色可愛くないですか。お気に入りですね。眉毛はキリッと整えていきましょう。それでですね、まつげもね、ぐんぐん上げていきましょう。気分を上げていきましょう。リップはですね、もうここから研究ですね。自分に合う色は何なのか。どうでしょうか。赤リップです。どんどん上げていきましょう。もっともっとどんどん上げよう。はい、完成でございます。どうでしょうか。これがこうなってこうなります。こちらがビフォーの写真なんですけど、こちらがアフターです。だいぶ変わりましたよね。髪の毛を整えて、可愛いお出かけ用のコートも着まして、では行ってきたいと思います。行ってきます。